皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業を本気でやりたくなったら、キラキラ企業とお金とマインドの関係性を解説ということについてお伝えしたいと思います。コロナ禍以降ですね、オンラインという土俵で起業ができるということにシフトしたこともあって、副業も含めてですね、自宅教室業をやる、開業する、起業するという方非常に増えております。で、その中で、まあ、同時に起業迷子というかジプシーというか、何からやっていいかわからないということで、まあ、いろいろなことをね、試す方がいらっしゃるんですね。で、その段において、これだけは分かっててほしいなと思う、事例というか、考え方がちょっとあるなというふうに感じたので、それを今日はちょっとお伝えしたいと思います。キラキラ企業とお金とマインド、この3つの関係性についてお伝えしてみたいと思います。はい、それでは本題に入ります。今日のタイトルはですね、本気で教室業を本気でやりたくなったらというふうに私枕言葉というか出だしに書いているのを、結構ここポイントになるので、まず本気でやりたいかどうかということを、まあ、主軸に全ての話を進めていきますので、趣味企業で楽しくやりたいっていう方にはこの話は酷なので、この動画はここから先見なくていいです。はい、本気でやるっていうことは、ビジネスとしてある程度成り立つように動いていくということになるので、その観点からね、ちょっとお話をしたいと思います。まずですね、起業したいというふうに思った時には、以前だったらですね、自宅教室業っていうのは、まあ、10年以上前レベルですかね、私先生やりますみたいな形でですね、まあ、宣言をして、家に、まあ、口コミベースなんですけどね、人を呼んで教室を開いていれば、それが自然と広がっていって集客ができるっていう時代がありました。で、それが立ち行かなくなって、だんだんこうウェブで集客をしていくっていうふうに世の中が変わっていった時に、ウェブ集客という技量とスキルがないと、まあ、そこがうまくいかないっていう事情が出てきたので、当然それを教える人っていうのが出てきました。例えばアメブロ集客コンサルタントとか、 YouTube 集客コンサルタントとか、インスタグラム集客コンサルタントっていった、その SNS はとりあえず先生は使いやすいので、まあ、それを専門特化した形でね、教える人が出てきました。ところがですね、教室数が少ないうちは、単体でそれを動かしたとしても、その SNS、 例えばブログならブログ、YouTube なら YouTube を単体で動かしたとしても集客ができていたんですね。ところが教室が増えるとやっぱ淘汰されてしまうので、露出がそれだけでは足りない、ないしはそもそも根本的に集客の動線を分かっていないと疲れてしまうよねっていうことがだんだんみんな分かってきて、そうすると自力の独学だけでは立ち行かなくなってきているのが、まあ、最近となると、今度どういうサービスが出てきたかっていうと、企業塾であったり、私もやってます。リビング企業アカデミーという名前で、集客全般の動線設計の考え方と、あと仕事の捉え方、マインドっていうのを教えている講座持ってます。で、それプラス、あとコンサルタントに直接つくみたいな、私の、ような教室集客コンサルタントっていうのは当時ほとんどなかった職業で、私は必要があるというか、そういう人がいたらいいのにっていう言葉からそれを目指してやっているんですけれども、そういった方も非常に今増えてます。で、その方のスキルと背景、例えば私は総合で全部を見る、それがウェブのデザインもそうですし、そのマーケティングと呼ばれる集客の仕組み作りもそうですし、あとは文章の添削とか写真の添削とか、
全部見るっていう総合で見てますみたいなのを、まあ、得意とする領域のコンサルタントでやってるんですけれども、そのコンサルタントも専門特化していて、これが得意、あれが得意っていうね、そういう方もいらっしゃいます。で、そうなってくると、何を学んでいいのかっていうのを選ぶ側がですね、どういう未来が自分が欲しいのかっていうことによって選ぶ、塾、企業塾とか学習場所と、選ぶコンサルタントの、得意分野と種類ですね。まあ、あと性格のマッチング、これも含めて、きちんと選んでいかないとお互いに不幸になります。 まあ、コンサルタントの不幸っていうのは別に、ビジネスでね、考えてしまえば別にどうってことはないんですけれども、まあ、お金を払って学ぶ側の不幸っていうのは時間とお金が無駄になるじゃないですか。だから残念な感じなんですよね。ということで、どういう心持ちで起業を考えたらいいのかっていうことと、そういった起業塾とか、まあ、そういったコンサルタントを選ぶ場合にどういう考え方で選んでいったらいいのかっていうことも合わせてですね、ちょっとお伝えしたいなというふうに思っています。で、まずですね、まあ、キラキラ企業とお金とマインドっていうふうに私言いましたので、まずキラキラ企業っていうね、言葉、まあ、若干古い言葉なんですけれども、まあ、要は SNS を使って、私こんなに素敵な人生手に入れてますみたいな形で、こうキラッキラしてる状態をアップすることによって、いいないいなって憧れられて、まあそれでこう問い合わせが来たり、集客っていうね、そういう手法とかをやるっていうことで、キラキラ企業主っていう言葉とかね、自撮りコンサルタントっていう方もいらっしゃったぐらいですから、一時期のブーム的なものでキラキラ企業っていうね、言葉が流行りました。で、キラキラ企業って基本的に、そんなに辛いことは教えないっていうか、女子的なノリで、楽しくやっていきましょう、バイバイっていう感じで やる系が多いので、基本的にあまり辛い思いはしないはずです。なぜならば、辛い思いをしちゃうと皆さんが退会してしまうから。なぜならばキラキラしてるっていう、そこが楽そうに見えて、私もああなりたいっていうふうに思って集まってる人が多い。要は性質としては割と、まあ、楽にうまくいくといいなという系のタイプの人が多いです。全てとは言わないです。キラキラでも企業系でガチですごい怖いっていうか、そういうとこあんま聞いたことないんですけど、だからそもそも教える側もキラキラして教えたいし、習う側も辛いことはあまり言われずに、難しい課題も言われずに、でキラキラした状態で楽しくやりたい、だからワイワイしてるサークルみたいな感じが好きな人は、割とキラキラ企業系のサークル、グループみたいなところは向いてると思います。そこで本日のキーワードの「本気」っていう言葉で言うと、本気の人はおそらく違和感があるはずです、そこにいるっていうのは。それ以上成長しようがない気がするのと、本当に稼げるんですか？みたいな感じの、ちょっとこう冷めた目線で見てしまう部分がどうせ出てくるので、本気と稼ぐっていうのは、イコールになってるケースが多いです。ただ、後でちょっとマインドのお話をしますので、そこのマインドに至る前の今、前段をお話ししてるんですけど、なので、趣味か仕事かっていうふうに言うと、本人は仕事ですっていうふうに言っているつもりでも、仕事っていう感覚をね、社会通念的に言うと、収益が出ていて回っているという状態、もちろんお客様にも感謝されている状態、例えば、自宅においてもある程度お金的な貢献もしてみたいな、まあ、そういう感じが一応ね、ビジネスっていう領域になる感じです。これは人によっても価値観も全然違うので、私例えば毎月1万円しか稼いでませんけれども仕事ですって言われれば、それはマインドの方の考え方の問題なんで、立派にお仕事だと思います。ただ、一般的に大体、お金をね、
稼ぐ収益を出すビジネスとしてきちんと社会貢献もしつつ、自分の、利益も残してっていうのをビジネスというふうに捉えて、それを本気という言葉で表すんだとすると、キラキラ企業系はあんまり本気っていう状態でビジネスをやっていくのは難しいです。なぜならばあまり資源がないからです。辛くないと仕事にならないかって、そんなこともないんです。楽しく仕事ができちゃってうまくいっちゃう系もあるんですけれども、大抵何か乗り越えなくてはいけない壁とかがあったりとかですね、その人がやったことがないことをやるのが、大体起業っていうことなので、精神的に、例えばちょっと落ち込むとか、私はコンサルタントなので、当然皆さんが、望む未来に導いていく、そしてそこに対してコミットメントをするっていうのが私の仕事なので、ビジネス的にできてないところはできてないというふうにきちんと伝えます。ビジネス的にできていない部分と精神的にどうかっていう話は別問題なんですが、これをごっちゃにして考えるタイプの方は、ひどいことを言われたとかね。ひどいことっていうのはその人の価値観です。例えば社会通念的にビジネス的に言うと、ビジネスマナーって一応あるんですよ、やっぱり世の中的に。なんやかんや言って。で、教室業の先生になろうとしていて、社会であんまり働いたことがない、ないしは先輩に怒られたことがない、上司からアドバイスを受けたことがない、理不尽なことをお客様から言われたのを自分で受け止めたことがないとか、経験値が少ない方っていうのは全部自分の感情論で処理してしまう形の方が多くて、そういう方はそのアドバイスをアドバイスとして聞くことができないですよね。私怒られたとか、怒ってないですっていう感じなんですけどね。怒られたじゃなくて、で、改善を伝えただけなんですよ。で、その捉え方が違うと結果が全然違う方向に行ってしまう。例えば単純に改善案を伝えました、そうですねって言ってすぐ改善する人はすぐにビジネスが上向きに行くんですよ。ところが私怒られたという感情論で捉える方っていうのは、あの人に嫌われているとか余分なことを考えてそれ以上動けなくなったり、はてまたいいアドバイスかもしれないことをくれた人を恨んだり嫌ったりしたりする傾向があります。だから自分が仕事じゃなければ別にそんなことをね、言われなくったっていいと思うと思うんですよ。ちゃんとね、やっていくっていう意味では。だから自分の立ち位置をまずは自分でどの程度頑張りたいのか、頑張らないんだったら頑張んなくてもいいっていう、そのラインをはっきり決めないと、変に騙されたとかいう被害者妄想を持ったりとかですね、変に自分の人格否定をされたとかっていうふうに考えてしまう方もいらっしゃるので、そこは、私自身が違う企業塾でこんな話があったんですっていうのを仮に私のところに来ていただく時にお話をいただくような方もいらっしゃるんですけれども、その時には私はその人の内部にある、逆に問題点っていうのが見えてしまう感じですね。企業塾がどうのこうのとかはね、あんまり関係ないんですよ。こういうコンサルタントについてひどい目に遭いましたとかいうのを私にそもそも言うっていうことがどういうことなのかっていうことを分かってない時点でちょっとね、まずいんですよ、その方っていうのはね。だからまず、ちゃんとお仕事をしたい場合には試練みたいなものは来るんです。乗り越えるべき壁、自分がやったことがない壁、それを明るく楽しく乗り越えていくのか、恨みながら辛い辛いって言いながら乗り越えるのかっていう、この辺りの違いがその後大きく関わってくるお金とマインドの関係にもつながっていくので、まずはそのキラキラ企業っていう言
言葉のね、持ってるニュアンスと、自分どうしたいのって、要は怒られたくないっていうタイプの人、褒めたたえられ、褒めて褒めて伸ばすっていう方もいらっしゃるんですけれども、オリンピックのね、金メダル取った人とかって、大概コーチにどういう感じの指導を受けてるかっていうと、相当その人のやっぱ限界値で能力引き出したりとかしてますよね。だから緩く楽しくやりたい方はサークル的にやるっていうところをちゃんと選んだ方がいいと思っています。まずそれが1点目ですね。で、もう1点がお金です。ここもやっぱり本気度の違いで随分変わってくるし、それによって選ぶべき場所が変わります。大概ですね、楽しくやろうよ、ね、キラキラしようよ、お金なんて後からついてくる、お客さんのことを思ってやってれば大丈夫という形で、その方の問題点であったりとか、改善点を指摘しないで楽しくやることを推奨してやるタイプの人は、伸び止まりします。やはりきちんとした形でやっていくっていうことを決められる場合には、どうしても乗り越えなくてはいけない壁が出てくるケースがあります。だからそこを選び場を間違えると自分も辛くなっちゃうと思います。だからキラキラ企業の考え方にちょっと似てるんですけれども、その場違いなところ、お互いにです。がっちりやりたい人がふわふわのとこ行っても辛いし、ふわふわやりたい人ががっちりのところ行っても辛いんですよ。で、もう一つ現実的な残念なお話をすると、全くお金がない状態で、夢を実現するっていう時には、逆にふわふわキラキラしてるっていうの難しいんですよ。例えばですね、すごい極端な話言うと、明日食べるご飯がないのに、キラキラしたお茶会で、すごくハイグレードなホテルでお茶会してるような写真を撮るとかって無理じゃないですか。お茶1杯1500円とかですよ、普通に2000円とか。で、そういうところが別にいいって言ってるわけじゃなくて、要はそういう何かをしようって思った時に、例えばそれをね、習いに行くとかいう、習い事をしたくたってお金ってかかるじゃないですか。だから必要最低限のお金は稼がないと、学びすらできないっていうことになるんですね。で、それを目をつぶって、いや、キラキラしてて、私のやりたいようにやりがいを求めていく、お金なんて関係ない、集客なんてガツガツしたくない、優雅にエレガントにキラキラしたいんだっていうふうにして家のお金持ち出してたら、そのうちストップかかりますよね。で、その時に問題になるのは、生徒さんつけちゃってた場合なんですよ。その方たちの行方とか見てあげられないじゃないですか、自分が中途半端に手を出しちゃったがために。だから趣味の方は趣味でいいんです、全然。だけれども、本気でって、私さっきから言ってるように言ってますけど、本気で何かをきちんとやりたいっていうふうに思ったら、ある程度試練があって、やるべき然るべきことをきちんとやって、きちんとお金も積み上げていく。だからお金なんて関係ない、後からついてくる、確かにそれも正しいかもしれないんだけれども、ある程度稼がないと、そんなこと言ってらんないっていう状態です。何かを習いに行く交通費すら出ないとかいう状態だとまずいじゃないですか。だからグレードに合わせて金額の設定はしたらいいと思うんですよ。5万、10万、15、20、30、50、70、80、100、150、200と、だんだんその上げ幅が大きくなっていってますけどね。今言ったのは月商ですからね、ちなみに。年商ではありません。はい。なので、目指すべき場所に合わせて当然辛さが変わってくるんですよね。で、するっと簡単にもちろん儲けてしまうことができる方もいらっしゃいます。それは初めて企業ではなくてですね、やり直しの教室の先生とかね。もともとリストと呼ばれる、マーケティング用語ではリストっていう言葉で、あんまり好きじゃない私言葉なんですけど、まあ、お客様の連絡先ですね。これを持っている方
は、うまく活用できていなかった場合に、うまく活用した途端に売り上げが上がる可能性はあります。だけれども、そうでない限りは地道に上げていくしかない。ということは、やはり仕事をするっていう部分で、今までやったことがないことを結構やっていく必要が出てきちゃったりするんですよ。そうすると、やっぱりね、辛いとかね、そういう話になったりとか、いうところで、まあ、お金もある程度必要ですよねっていうところですね。まず2点目が。で、3点目がマインドです。で、先ほど言ったように、本気でやりたくなった場合には、自分の、考え方とか、あと動いている活動の見直しとかをしなくてはいけない可能性が出てくるんです。なぜならば、今それをやっていない自分、ないしはうまくいってない自分っていうのを作り上げたのも、過去の自分の思考が作り上げているわけですよ。で、これは私というコンサルタントに限らず、誰をあなたが選んだとしても結果は一緒なんですけれども、その人を選んで頼んだのは自分だっていう自覚がある必要があります。はい。だから、言うことを聞くか聞かないかを決めるのも自分、褒められなかったとすねるのも自分、改善を言われてありがとうと言って頑張れるのも自分、考え方一つで世界が変わります。で、もう一つ言うと、割とその自分で選んでることをさておき、その結果に対して、ガタガタ文句を言うタイプの人は、正直言って誰についても結果は一緒です、基本的にはね。ただし、楽で楽しくやっていく部分で、ふわふわしているところに行くと、持ち上げられて褒められて楽しいっていうケースは多分あると思います。だから、どのタイプが自分の人生において楽しいかっていうのを自分で選ぶ必要があるかと思います。で、もう一つ言うと、耳障りのいい、要は褒め言葉っていうのは、確かにいいんです。いいんですけれども、成長っていう点から言うと、自分に不足しているものとか、こうであったらいいという未来をちゃんと伝えてくれる人の苦言を、どういうマインドでしっかり受け止めることができるかっていうことの方が成長につながります。私も当然、会社の事業部長っていう職業に就くまでの間、下積みというかですね、当然新入社員で先輩からいろいろ言われたりとか直したりっていうことで、社会通念とか覚えていったり、人との関係性をどうやってやっていくのかっていうのを覚えたり、若かりし頃はね、やっぱり 酒を飲みながら上司の悪口なんて言ってたこともありました。ありましたよ。だからわかるんですけど、そこを責任転嫁する以上は、自分で自分の人生を決めてるんだっていう自覚がないので、その感情をまた人にね、撒き散らしたりとかして、悪い影響をまた人に与えてるということも分からずに発信をするタイプの人もいらっしゃるので、そこはね、本気で仕事をやりたいと思ったら要注意なところです。キラキラしているタイプの人たちは、そういう噂話も大好きなので、そういう方が寄ってきます。そうすると、そこの中でぬるぬるとやって、ぬるま湯というかやっていくっていう形を選択するのも OK です。だから、本気でやりたくなったら、少し厳しいこともあるんだって自覚して、それを自分のマインドでどう受け止めるかっていう、それができるようになることが一つなので、いつも誰に習ってもうまくいかないっていうふうに思ってる人は、ちょっと要注意です。ご自身の中に問題があるケースが多いかもしれません。ということで、またね、こんなことを私が言うとですね、高橋さんは厳しいとかって言われるんですけど、まあ仕方がないですね。一応真実なんで、これは。はい。ただ、人によって考え方と感性は違うので、このお話を厳しいから嫌だって耳塞ぐ方はそうですし、そうだなと思って、
変えていこうと思う方は多分変わるしということで、私は自分の考えは一応お伝えしますけど、発信する側がそれを受け止めるかどうかはその方自身の問題なんで、はい、問題提起というところで、はい、やっていきたいというふうに思っています。なので、私はあくまでもコンサルタントなんで、基本その方が望む未来に対してのコミットメントっていうことになりますので、その人がこういうふうにしたいっていうことを最初にお伺いして、そこを目指して動いていくっていう形でやってますので、その辺りが多分、親が例えばコンサルタントだったら、スポット的に何か楽しく一部のこれを教えましょうっていう話とかでワイワイってやるっていう状態は、おばあちゃんとかなのかもしれないですね。おばあちゃんと孫、普段関わってないし責任があんまりないから、そんなお話をしても問題がない。なので両方を、行き来するタイプの方は、心地いいところにいるのは全然 OK です。で、その心地いい先に何があるのかっていうのを分かって、そこにいるっていう責任を持つ必要があるということをお話をしたいと思いました。ということで、まとめに入りたいと思います。教室業を本気でやりたくなったら、キラキラ企業とお金とマインドの関係。本気でやりたくなったら、試練もある程度受け入れる。お金もある程度稼がないと、その先が続けていくのが難しいということを自覚して、自分がどっちのタイプでやりたいのかっていうのを、まず自分が自覚して立ち位置を選ぶっていうことが必要になります。ご参考にしてください。それでは。